今日はなんかすごい怪しげな場所にちょっと来ましたけど、なんかあれ、アマキン TV がついてる、すいません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 。人生はまあまあ、アマキン TV でーす。今日はですね、はい、向井町に来ております。はい、恥ずかしいです。結構車が結構きついね、これ、うん、今日はここでですね、若者向けのですね、うん、ゲーム系いきますよ。ゲーム系来ましたね。フォートナイト、お小屋コード。分かってる。俺の時代はバイオハザードだったんだけど、ね、今時代変わってますね、うん。あと、なんだっけ、ツインビー、やっちゃった、ファミコンね。スパルタン X とかね。あー、まあ、懐かしいですね。前からちょっと気になったんだけど、うん、最近できたのかな、うんうんうん、なんか怪しい雑居ビルの2階にさ、はい、スポーツってなんかあるんでしょ、はい、そのスポーツでなんかプロとかあるんですよね。あるみたいですね。あ、ここっす、え、ここ、ほら、すごい e スポーツスタジオ鹿児島、うん、そこのね、社長も僕知り合いで、はい、昔お世話になったんですよ。恥ずかしいから、恥ずかしいから聞いろ。なるほど。ここですね、はい、行きましょう。ちょっと行ってみましょうかね。ここにあるんですか、本当に。突撃潜入、ここにあるんですか、本当に。ここはね、社長いい人だね。はい、こんにちは。あっ、いたお、すごい。誰かいました、誰かいました。こんにちは、どうも。アマキンじゃん。このオーナーの吉留大作さん。なんだろう、そんないきなり来る。ちょっとびっくりするんだけど。やめてくれる。ここすごいですね、雑居ビル。すごい、大丈夫、雑居ビル。かもしれないし。ちょっと消毒して。ここですよ、うん、何してんですか。e スポーツができるね、ネットカフェなのよ。 e スポーツカフェって今なんか少しずつ流行ってるんだけど、これね、九州でもうちと鹿児島市に1軒あって、あと佐賀に1軒、福岡に1軒あるだけかな。めっちゃおしゃれだよね。いや、すごいっすね。やば。昔からセンスあるんで、ありますよね。センスだけはね。体調はちょっと悪いですよね。体が悪いだけで。体が悪い人がいいよね。ちょっと見てもらっていいですか。見せてもらって、見せてもらってよ。かまん、今日したいんですよ。なんでよ、今日は休みやった。休みやマジで休み。定休日、今日ね、うちスタッフがいないね。まあ、見てマジかよ。わざわざ見ていくらいいけど、わざわざ暇つぶしに来たのに、もう暇つぶし。いきなり来て暇つぶしだよね。定休日なんだわ。そうなんです、月曜日がね、お休み。普段はね、1時から10時までだから、13時から22時までやってる。わあ、慣れてるね。13時から22時過ぎてないよ。過ぎてない、やっぱりね、昔から長いから、商売長いんだから。そうですね。これ ESK さん、3月にあのサンシャイン系出したんだ。おー、これストリートファイターの強い。そこの一番上に俺のじゃあれを買おう。いやそんどい指名手配犯みたいな。アマキン TV、 今から俺やるよ、 e スポーツ。だって e スポーツ伸びるもんね。伸びますね、子供とかね。頑張ってよ。俺のバカ持つ子めっちゃ毎日してるよ。毎日ゲームやったことあるの。昔結構ゲームあったんですよ。そうなんだ。ゲーマー。意外。じゃあもう何だろう、何したかな。パックマンね。ドンキーコングとかさ。だいぶ古いやろ。あのチャイニーズ。チャイニーズカンフル。ファミコン、ファミコンモードとかね。モードね。はいはい。もういけ。ここはね、本当はパソコンが12台あるんだけど、今ちょっとコロナっていうこともあって、こう台座をちょっと抜いて広く2メートル間隔をしてるので、あ、こういつもあるんだ。
そうそうそう、椅子まで5台ビシャーって並んでて、例えば5対5で戦ったりとか、ね、へえ。昔さ、うん、こうピッ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 ってここでさ押したらさ、こうチャ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 ってハートがピコーンってやったらデビューさ、フィーリングがわかりづらい、わかりづらい、わかりづらいわ、フィーリングがカップルですね、5対5のやつね、はい、でここにこう座りますいい椅子でしょ、いい椅子、いいスポーツ、いいスポーツ、いや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 、高いの。あそこ暗いんだから。低いよこれ。ここで開けます。これ開けた。はい。ああ、あこれいっぱいいっぱいですか。これいっぱい。ここにこんないろんなゲームが入ってるのね。自分のねアカウントなんかを作ってもらってね。でまあまあこれをねやっていくんだけど。試しにこう。初めてだよパソコンの画面のあれ。したことないんでしょ。あるのよ。従業員任せ。従業員任せじゃないですか。まあまあそうなんだけど。めっちゃ面白い。ちょっと待ってこれパスワード入れるから取らないで怖いから32の…いや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 まあだから自分のアカウントがないとゲームはできないね。これまあまあ無料なんだけど、アカウントってどういうのですか。アカウントっていうのはその、まあ、要は自分のゲームをこの、うん、クラウドの中に持ってる。まあでもよくわからない。クラウドってどういう意味ですか。この辺にクラウドここにね自分のゲームのアカウントがあるのよ。そのアカウント使ってしましょう。これもどうするんですか。今ね始まるところ。まあ、こうみんなしてますがね。これはね今すごい。俺ちょっとこれ極めようかな。これは、まあ、これ店長さんはこれはすごいやってるんですか。俺は全然やってないけど、うちのねアルバイトの子めっちゃ強いの。まあでも今度しようかこれ。今日定休日だから。ちょっと家で予習をしてきますんで。予習をした方がいいよ。うん。音、うんうん、する？いやしません。しない。多分来られてないですか。何が？大人もハマるんですかね、やっぱこういうの。大人もハマってるでしょ。家族で参加するなんて、デュオを散って、うん、子供さんとペアになって大会が開くっていうの、小籔さんが主催してる大会があってね。へえ。これフォートナイトするのそれ出らんというか、頑張ってね。俺も試合出ていいのこれ。出らんね、今度ね、あるよ近々出ればいいか、その前に練習せんねんか。 YouTube のためにフォートナイトを始めたとか、うんうんうん、子供にするなって言いながら、うん、俺がハマってるさあね、ちゃんと練習せんと子供にバカにされるよ、うん、そうみんな上手だからね。本当？うん、だから特訓しようか、今度。俺マリオカートは得意なんだけど。マリオカートって得意違う、訳が違うからね、まあ、ね、やっぱりね、難しいから。すごい操作が難しいのよ。基本的なゲームって100人が一緒に同じフィールドに入って、その中で最終的に生き残った人が勝ちって。だから99人倒したら、うわえぐえぐいえぐで勝つと、そのビッグロイっていう、ビッグダディドワイヤーがビッグロイっていうね、うん、そうそうそう、それを目指す。100人の味99人を食い潰すというゲーム。そう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 、あんまり勉強にやなりませんねまあでもめっちゃ、ね、わマウスでやるんですね。そうそう、まあ、上手な人たちはマウスで、ここがねこの W っていうの前前に進むで、 S が後ろ、ね、はい、やってごらんいやいやいや、ちょっと手がおかしいやろ、手がおかしい、手がおかしい、ベニハルが上のぞ、これ高井さんもよしで、このね、うん、W が前、うん、S がで A が左、うん、E が、ね、すげえ。まず基本はこれ、これやな、WSED、 はいはい、そういくよ、はいはい、よっこ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 、これお、すげえ前、うん、これなんですか。壁をね作ることができる。こっちでなんか押してるでしょ。でね、これを、こんなこれを押してる、この親指のこれを、これジャンプ、こうやって前、はい、これ難しいよ。難しいよ、練習せんないかんやんだから。うん、タッチメソッドなんていうの、これブラインドタッチですね。ブラインドタッチメソッドこれ一応情報処理だったからまあ今日はやめた、ちょっと練習してくるわ、ね、先生が今度あのいる時に車教えてあげるから。どれぐらいしたら特訓できますか。どれぐらいやろね、大会に出るためには。大会に出るために、いやー相当、まあ、センス次第やな。センスあると思うけどね。うん、まあでもこうこうやこうだ、昔なこれ違う違う、フォートナイト、フォートナイトなんだ、フォートナイトねまあいい体験してるわでそういうところじゃないから、うん、でもこれをみんなここに来て、そうそう、みんなで並んでね、ああ
バーワーやって盛り上がるね。盛り上がるね。これね。いいよ。延長もできるということです、この店は。ね、何延長延長って何で、まあ、10時までだけどもっとしたかったら延長ね。延長は違う、そういう店じゃない。安くしてくださいよ。安いよ、全国レベルですね。このカードを1000円買ってもらうと、うん、3時間ゲームができる。日本でも最安値の部類だね。1時間300円ちょくですね。そう、大体そんなの。そうそうそう、安いね。安いでしょうか、うん、そうなのよ。飲み放題食べ放題、飲み放題食べ放題。まあ、カップラーメンがあるわけ。カップラーメンでも200円だから。お腹すいたね。ゲームする人ね、6時間とか8時間とか平気でずっとやってんのよ。うん、お腹すっから、ここほらご飯出てこないんでカップラーメンぐらいが置いてる。絶対子供とか好きだわこれね。結構ね、やばいわ。結構親子で来る人たちもいるのよ。いや、それは、ね、無料で貸し出し、うん、見て。そうだから、さっきほらマウスもいろいろありますよ。ほら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 、見てこの名刺紙。名刺紙ですね。スカスカですね。重さが全然違う。これ100マウスになって。違う。ビッグマウス。ビッグマウスね。でしょ。7000ぐらいね。チーみたいな。チーみたいな。もうほら、キーパーが難しい人は。得意得意。そう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 、コントローラーで。これあれプレイステーションですもんね。プレイステーションでも使えるコントローラー。うんうんうん、そう。あ、懐かしいわ。奥の黒いやつは新しい、最近の。パソコンに一番適してるのはもうこれ。熱血国尾君にこれいいらしい。熱血国尾君。見てる人がわからないから。あれ A と B だけじゃない。ダッシュがあるから、ね。2回で。あ、これなんですか。なんで？これ。これはね、あのニアオートマタっていう。ニアオートマタっていうプレイステーションで。へー。大ちゃんこうなるんですね、いずれ。何がある？ならねえ。だいぶ硬いやろ。このパソコンがすごい。大きさが違うでしょ、パソコンの大きさが。あ、本当だ。画面も違うんだけどね。何が違う？ここはビップルーム。そう、まあビップルーム。まあ料金は一緒よ。もう早い者勝ちやけど。でこ。でかいでかい、パソコンの能力がね、すごく高い。絶得、うん、絶得ガーミング。なんて。ゾタックガーミング？いいが、もうそういう。これ、これモニターもそう。これもね。5万5千円です。全部これにすればいいですよ。高いやろ。大変だろ。これだけ揃えるだけでも大変だ。すごいですね。で、コロナで台数を減らしてるという。うん、減らした台数は打ったんですか。減らした台数は俺が使ったよ。このやだやだな。これ俺が書いたって言いたいところだけど、違う。これフォートナイトのポスター。おー、フォートナイトのキャラクターの、ね、これ、皆さんにプレゼントして。いや、違うから。嘘だから。ありがとうございます。嘘だからちょっと俺がじゃあさ、ビッグロイになったらくださいね。ビッグロイになったらなんかポスターくれるわ。よし、それはなんかビッグロイ視聴者プレゼント。これいつする。ちょっと練習しないとできないな。子供にゲームばっかりすんなって言ってんだよね。親がしてるみたいな。いいよ、今ね、こういう時代だからね、チームワークを学ぶのにもすごくいいしね。あ、親子のね、関係をね。親子の関係も、昔さ、あれ、キャッチボールしてたよ。はい、それがもう今一緒にゲームをやるっていう。なるほど。新しいコミュニケーションの方法だ。あー、いい話を聞きました。うん、皆さん、ゲームはコミュニケーションです。はい。空気で悪いね。次回またここの e スポーツに来て、うん、フォートナイトでロイヤルを目指してプロと勝負します。うん、お、まだ来るの？来ます。いいですか？鍵閉めてていいかな。1000円で3時間だけど、私は5時間います。すごい。大丈夫、勝負しましょうよ。何？本当だよ。俺はいいが。なんで？俺が下手だとかっこ悪いじゃん。俺はもうサモのラスボスだから。オッケーオッケー。ラスボスだから。うちの弟子に勝ったら俺は出てくる。だよね。だけどこれ練習しないといけないもんね。練習大事。きついな。ちょっと息子に教えてもらおう。教えてもらって。楽しんで。ちょっと俺はつって。わかりました。じゃあ、うん、次回よろしくお願いします。今日は定休日でした。ごめんなさい、定休日です。